今回はトレーダーの印刷について説明したいと思います。トレーダーを印刷するというのは、どういうことか言いますと、例えばこのトレーダーを、このに、プロジェクトに変換してしまいますと、各、構成要素をどのように構成したのかということが、分からなくなります。それだと、困るので、通常は、このデュプリケートプロジェクト、これを使って、変換前に、複製を作りますが、それ以外にも、これを印刷しておくという方法で残すことができます。これを例えば今ダブルクリックして、プロジェクトブラウザを表示しますと、このように、3つのタブが表示されます。アウトラインとストーリーボードとショートリストです。ショットリストです。これが各タブを、印刷しておきますと、手元に、印刷物が、残るわけです。その場合に、例えば、各画面が、ビデオの画面が表示されますし、それが、どこから始まったのかというのは、後で、自分で手で、手作業で付け加えなくてはならないけないんですけど、どのクリップを使っているのかとか、どのような文字列を配置したのかということは一目で分かると思います。正確に、再現したい場合には、そのような印刷物をもとに、決定することも、再現することもできるわけです。デュプリケートで使ってもいいんですけど、そうしますと、他の、マッキントッシュで、他の iMovie で作成する際に、非常に、煩わしいので、文章にしておけばわずか数枚で済むので、そちらの方が、いいのではないかと思います。その後、そして、ですので、これらを印刷しておくわけです。この場合に、まずアウトラインを選択し、次でストーリーボードを選択し、次でショットリストを選択します。まずアウトラインを選択して、ファイルメニューから、プリントトレーラーを選択します。そうしますと、このように印刷ダイアログが現れます。このように、1、2枚のものですので、各、タブごとにそれを、行っていけばよいわけです。このようにしておけば、文章にして保存することができます。